茨城県道297号中央停車場、川尻線は、茨城県日立市にある JR 常磐線、中央駅と国道6号を結ぶ茨城県の県道である。日立市川尻町1959年10月14日、前身にあたる県道、豊浦大悟線を廃止し、その一部を新たな県道として、多賀郡中央町大技と述べの川尻停車場を、 起点都市、日立市大技、川尻を終点とする区間を本路線として、茨城県が県道路線認定した。当時の路線名は、川尻停車場川尻線であった。2004年、川尻駅が、中央駅に解消されたことに伴い、現在の路線名である中央停車場川尻線に、解消された。福音、曲線半径。 公売その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。市街地を形成している区域内の道路で道路管理者が自動車の交通量が極めて少ないと認めて指定したものまたは一方、通行とされているものを通行する車両の幅は当該道路の車道の福音のものにあっては、 当該道,道路の路面の福音から1メートルを減じたものとする。以下同じ。から0.5メートルを減じたものを超えないもので、なければならない。AB 道路の区域決定、茨城県法、号外10月14日よりハット ABCD、茨城県道路現況調書平成31年3月31日。現在、P17 県道路線廃止茨城県法。 号外10月14日より茨城県法第779号対象9年4月1日茨城県国示第147号より県道路線認定茨城県法号外10月14日より路線の指定茨城県法第5170号ピアニッシモ23道路の区域変更茨城県法第5464号 P12 道路の区域変更、道路の共用開始、茨城県法号外、ピアニッシモも、1、2、県道の路線名及び、整理番号の変更、茨城県法、第637号。ピアニッシモも、82、車両制限例の規定に基づく道路の指定、茨城県法、第1241号。ピアニッシモも、10から14、県道の路線名の変更、茨城県法。 第1543号 p さん。ありがとうございます。